マイクラ初心者とプロ、エンドラを倒す時の違い。よし、エンド来たぞ。まずはエンドクリスタルを壊して。ちょ、なにコマシロ、エンドクリスタル壊す必要ないよ。なんで？壊さないと体力回復しちゃうじゃん。まあまあ見てなって。まずは当たり判定をオンにして、これでエンダードラゴンに近づいて、はいはいはい、何すんの？エンドでベッド置くと爆発するんだよ。それをうまく当てることで、はいはいはい、体力めちゃめちゃ減ってるでしょ。オッケー。こんな簡単に倒せちゃいました。でもそれより早く倒せる方法あるよ。嘘、これ最速じゃないの？いくよ、うん、これ真ん中まで降りてくるまで 3,4 分かかったりするから。確かになかなか降りてこないときあるよ。え、そこで倒すの？できるの、そんなこと。え、マジ？うん、はい。え、もう当たり屋じゃん。あ、ちょっとやばい。え、待って、常識外すぎる。よし、嘘、今んで倒れたの？危ない。すごい。えぐ、エンドラ被害者じゃん。